はようございます。全く寝れます。寝れなくて、下水もできませんでした。暑いな。低体温、うん、治った。暑いな。お誕生日おめでとう。ありがとう。36歳になりました。ずっとアニメ見てた。うん、ちょっと寝る前にちょっとやろうかな。もう廊下が、廊下を隠せません。ツイートするために久しぶりに自撮りしたんだけど、もうあまりにもブサイクで、もうどうしようかなって。あ、メガホンありがとうね、ひとみちゃん、ありがとう。ひでママおこ、電話かかってきてたね。お誕生日ありがとう。あ、おめでとう、ナイスください。ちょっとね、想像しちゃうかな。いや、一睡もできなくて、なんか電話かけてみる。何、どうしたの？ちょっとね、なんか声聞きたくて電話しちゃっただけ。そっか、わかった。声聞きたいだけだって。なんかあと、みやびくんから電話かかってきて。しつこいよ、これ。これ見て。みやびくん。不在着信。すごくない？これ。鬼で。が出る、鼻から。これ黄色い、こうオレンジ色の、何で終わってる顔が。うん、痛い痛い。おめでとう言いたいのかな。起きてた、一睡もできなくて、どうしよう。寝ないといけないのに、競馬できないかも。いや、出ないね。鬼で見られて寝ないと、寝れなくて、なんか興奮しちゃってつうか。ナイスしました、ありがとう。あと一つあります、寝れない理由が。アニメ、あの転生したらスライムになったが面白すぎて、うん、ちょっと1300で理由言ってもいいですか。寝れない理由、しょうもないことなんだけど面白いよね。あれ、ああいう系のアニメ好き。どんどん仲間増やして、でちゃんとあの解決していくっていうストーリーが好き。うん、転生系だけど、まあ、ワンピースみたいなもんだね。うん、ワンピースみたいな感じで仲間がどんどん増えてって、あっち系好きだわ。うん、なんかさ、アニメとか映画でもさ、もうトラブルだらけでみたいなあるじゃん。トラブルだらけで最後もなんか悲しく終わるみたいな、ああいうのが辛いね。ああいうのあんま好きじゃないね。あ、じゅんちゃん、ありがとうございます。ありがとう、誕生日。うん。いや、なんか、ああいう、ハッピーエンドっていうか、まあ、いろんな問題起きるんだけど、問題がね、そんな何話も続かない。もう、俺がね、あの、ワンピース見なくなったのは、あの、なんか、ガスを使うやつで、
あの子供を実験に使うシリーズあったじゃん。ワンピース好きな人知ってるでしょ。あ、エンディーありがとうございます。ファンタスティック、機会があればじゃあいつでもね。ありがとうね、エンディー。そう、パンクハザード系がもうワンピース辛すぎてああいうの見れないんだよね。もう あそこからワンピース、あのシーザークラウンがあまりにも非道で、で、あのシリーズは結構長いでしょ。もう見るの嫌になったね。イライラしちゃって、うん、あんまりねトラブルが長すぎるのかわいそうになってくるんだよ。最後に役立つの俺もなんかもうワンピースはもう捨てたね。全く興味なくなった。それも好きだったのに、感動もないじゃん。あ、ルーちゃんありがとうございます、うん。下ろしまくってるやつが何を言うか。そんな長々やらないじゃん、長々、うん。エースいなくな、ああれもね、うん。おたおめ、おたおめっていうの今、明けおめみたいな、知らないぞそれ、うん。おたおめっていうの、ありがとうね。あ、誕生日アイテム買ってたけどごめんなさい、投げれなくて。今日もナイス、ちょっと寝れない理由があって、ナイス負けてるの悔しくて。どうしたらいい。誕生日おめでとう。あ、マジか、ありがとう。女配信者もらっちゃった、可愛い子に。今ちょっとチャンスで眉寝てるから、うん、まゆちゃん、つなちゃん寝てるから、あれちょっと待てよ、もう起きてる、怖いわ、監視されてる、マジか。ちょっかいかけれないね。今日もゼロはない。あ、仲良く、あ、ありがとうございます、すいません。今日なんか日曜日だけどみんななんか予定あります、うん。200差でちょっと1500ぐらいまで頑張ろうかな。前と復縁したの、したの、したの、ちょっとわかんない、ごめん、うん。何プレゼント、あれ、パチンコで買って自分に使いな。パチンコで勝ってギャンブルでさらに増やそうぜ。で、億万長者になったら爆投げしてよ、うん。俺に投げたら軍資金なくなっちゃうでしょ、ギャンブル好きな人。これもらいました、あのベルサーチのキーケース、これももらいました。あ、イブサンローランのキーケース、イキリスト系のやつもらいました、うん、ありがとうございます。なんか音楽音悪いな。で、俺ね、あの思ったのがね、これも嬉しいんだけど、これも嬉しいんですけど、ちょっと待って、音楽がざわめいてる。でも嬉しいんだけど、やっぱね、プレゼントって金額じゃないなと思ったのは、これもらったんだよ、俺ニューバランス好きじゃん。これもらったんだけど、この似顔絵付きね、この似顔絵付きので、この自分のお守りをここにつけてくれてるんだよ、これ。
でもこれでもう復縁っていうか、もう決め手だねこれ。うん、これまいちゃんにもらって、いやマジで嬉しかった。なんか音が悪いな。ちょっと待って、原因分かった。悪いな。これね、だからこれ1万円じゃん、多分これがね 4,5 万するんだけど、こっちの方が嬉しいです。やっぱプレゼントとか何でもやっぱ気持ちなんだなって思った。気持ちなんだなって。ハイブランドに勝ちましたよ。ハイブランドにね、うん、気持ちがすごいこもってる。値段じゃないね、本当にそう思ったよ。これも嬉しいんだけど、うん、気持ちが嬉しい。だから1万円ちょっとでも、まあ、1万円ぐらいでもやっぱ36歳の男をやっぱ満足できるんだな。だから俺もね、あの前の誕生日は予算1万円ぐらいで考えて、うん、あのブランド品が大好きなんだけど、俺は1万円ぐらい で俺も似顔絵とかいっぱい描いてやろうかなって。そしたらきっとめちゃくちゃ喜んでくれるんじゃないかなって思ってるんで、うん、とかあの配信仲間の連れにももうお金かける必要ないなって、うん、思ってる。いや女もそうでしょ、うん、もう言うならあの似顔絵描くぐらいでもやっぱいいんじゃないかなって思ってる。いや女も一緒でしょ、な金かける必要ないよ、うん。だから俺なんであの10万円のねヴィトンの財布とか買ったんだろうなって、もっと気持ち込めたプレゼント絶対喜ぶなと思って。男がそれやったらダサい。そうなの？女だからまだいける。でもねこの靴はね10万円以上の価値があるよ。お守りまでつけてくれて、トータビねちゃんとやって、あの安全に歩いてねっていう気持ち、すごい価値があるなと思う。あ、おはようございます。おはようナイスください。ちょっと寝れなくて、うん、眉は白目向いて寝てたんだけどな、おかしいな起きてるのが、うん、やっぱちょっとした気配でも気づくんだろうね。セイジが浮いたにしてたこと見習いな。何してたの？何？セイジがウイタと付き合ってる時そんなこと一言も言われなかったけどね。キャバ嬢はお金、キャバ嬢じゃないからね。あ、温泉とかはやっぱ喜ぶのかな、うん、あ、1300ありますあ、寝れない理由ちょっとごめん忘れちゃったもう一個あったんだけど喋ってたら忘れちゃいました。あ、英雄さんしっかりしてね、なんか電波調子悪いらしいから、通信障害があるらしく。あ、フミヤ配信してる、ちょっと無料アイテム投げてあげて、フミヤくんに。終わっちゃったかな時間的に。起きたらやってたんだよな。あ、マサありがとうございます、誕生日おめでとう。あ、終わってた、うん、あ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。あー、タオさんありがとうございます、ありがとう。なんか爆投げされちゃってイベント出てないのにマンスリー1位になっちゃった。みんなどうするの？ちょっとイベント出てる人に申し訳ないね、うん、今月どうする？もうイベント。あ、投げてきた、ありがとう。やってた、まだ、うん。
フミヤってうちのリスナーさん、いいねしてほしいですよ。うちの内装したりありがとうございます。通信障害治った？うん、ハッピーバースデー。あー、ありがとうございます。ゆうちゃんいつもありがとう。ありがとうね、ゆうちゃん。いや、ひでまま今電話したよ。アニメ見てたから。配信外電話嫌なんだよね、邪魔されて、プライベート。あー、かよちゃんありがとう。ありがとうね、かよちゃんも。見るのなかった、モンジョイリスナーでしょ。この時間見るのないとか言ってる。大花火あります。あ、ありがとうございます。プロフィールも嬉しい。あ、泉ちゃんもありがとうね。あ、みーちゃんもありがとう。ありがとうございます。そういうことです。はい、昨日お祝いしてもらってない人に朝祝ってもらおうっていう、あのやらしいやつですあ、誰だよ。こうやってね、うん、夜来れなかった人が朝おめでとう言ってくれるんじゃないかなっていうやらしいね。うん、やらしいでしょ。だ、夜、昨日の誕生日になる瞬間にやって、寝てた。で、朝やって、で、夜もやってやろうっていう。これぐらいやらないとね、やっぱ。これぐらい。あ、そうなの、ちゅんちゃん。ありがとうね。うん。じゃ、アイテムいらないっすよ。アイテムは、うん。あの、アイテム別にいらないよって言えるぐらいにしてもらってるんで、リスナーさんにね。こんな風に言いたいでしょ、配信してたらね。アイテムくださいじゃん。あ、誕生日おめでとうございます。うん、みんなアイテムいらないからね。うん、いや、いいんですか。うん、気持ちでいいですよ、気持ちで。ありがとうございます。うん、気持ちでね、コメントでも十分ですよ。うん、あ、つなちゃん来て寝てるか寝てないかだね。うん、誕生日会8時からだけど寝れなくて、で、今日はあの3時場外に行ってやろうと思ってんだけど、場外にね、体調ちょっと焼肉食べて治った。あの低体温症ってなるんだね。みんななる、普段生活してて。俺びっくりしちゃってさ、フラフラしちゃってさ。誕生日、あ、まあさん、ありがとうございます。まあちゃん、ありがとうね。昨日 34.8 度と 35.2 度だった。2回測って。ツナからのプレゼント何だったの？昨日わざわざ来てくれました、ツナちゃん、会いにね。うん、最高のプレゼントだよ。で、お酒を買いに行くっていうパシリしてくれた。お誕生日、あ、ありがとうございます。まえちゃん幸せ、内装します。あ、ありがとうございます。ありがとうね。誕生日お健康でハッピーな一日。あー、 P さん、ありがとうございます。ありがとうね。あ、りんちゃんもね、ありがとうね、りんちゃん。りんちゃん、あの眉許したけどあんま怒らないでね、りんちゃん。りんちゃん怖いから優しくしてあげてね、眉に。いいね、いらっしゃい。イベントの人に家に来させないって言ってたけど、いや、知らなかったから、うん、違うりんちゃんかな。うん、なんか前に厳しいなって。あ、ミニさん、ありがとうございます。イベント知らなかったから、まあ、協力はしないかな、適当にやっといてもらったら。お誕生日おめでとう。あ、まーさんもありがとうございます。いいのに、アイテムありがとうございます。みんなね、アイテム投げてもらって。あ、人違い、ごめんね、りんちゃん、勘違い、いっぱいいるんだよ、りんちゃんって。同じ字でさ。いや、いいんですか、ありがとうございます。あ、ひなちゃんね、ありがとうございます。あ、猫好きなんだ、本当に。あ、ありがとうございます。すいません、2発目。ありがとうね。
じゃ場外前にちょっとあれしないと。いや痛いよめちゃくちゃ。あとちょっと心配だね、シミにならないか、うん、ここまで焼けてるから顔とか。にいらっしゃい、ぽちゃんありがとう。場外で馬券買ってそれ車で移して、まあ YouTube で見ようかなって。 YouTube で見れるもんね、うん、で一人でやれば多分あれだから。あ、ありがとう泉ちゃん、ありがとうね、うん、ありがとう。ファンタスティックレイちゃんありがとうございます。レイちゃんありがとう、ありがとうね、れいちゃん。やっぱ器でかいわ、れいちゃん。ね。俺みたいなやつ、見捨てずにね。誕生日だから投げてくれて。器でかい、れいちゃん。あ、1400ナイスあります。ちょっと1500ナイスまでやって、ちょっと寝たいなと思ってます。まあ、寝れないけど、頑張って寝ようかな。誕生日は設定してあるんだけど、初め12月に設定したんだよ。それプロフィール変えてくれなくて、運営さんが、うん、あ、まーちゃんありがとうございます。ナイスもぼちありがとう。もう一番いいリスナーだこれ。花火投げる、ナイスを押す、もう完璧だね、まーちゃんは、うん、もう最高のリスナーだね。これでコメントまでたくさんしてくれたらやっぱ三拍子なんでね。コメントアイテムナイス、これリスナーさんの参加状。ちなみに一番大事なのはやっぱコメントなんですよ、うん、アイテムと思いきや、やっぱコメントをしてくれるリスナー一番大事だからね。悪口でも何でもね。あ、ハートありがとうケイちゃん、うん、いや詐欺プロフっていうか、初めはふわっち登録した時配信なんかやってなくて登録したから個人情報怖いじゃん。それで12月にしたんだよ。じゃがいもが昨日煽ってた。なんて煽ってたの、うん、どんな悪口言ってた、うん、本当は7月3日だよ。ちゃんと免許証も見せてよ。あー、いいんですか、ファンタスティック、あれやす、ありがとうね、ありがとうございます。これってナイス、うるさい、最近うるさいほど言ってる、これちょっとね反省しないとね。どうみんな、なるべく言わないようにしてるんだけどね、うん、常に言わないようにはしてるんだよ、うん、うるさいほどは言ってないと思うよ。うるさい、本当にうるさいやつって5分に1回ぐらい言ってるっしょ、うん、しつこい、おはようございます、じゃあちょっと気をつけるね。じゃああんまりうるさい、うるさいと思ってるんだったら、うん、俺も言ってる、うん、必死なんだろうね。6月ナイス106106、やらしいな、また金額出しちゃってやらしいね14号さん。あ、今月はうるさい、最近のお前ナイスばっか。じゃあちょっと自然に増えるようにちょっと意識しますね、うん、まあ必死なんだろうね。あ、純ちゃんありがとう、うん、頑張る仕方ないんでしょ、必死なんだろうね。ゼロマイナスずっと仲良くねって、ああ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。反省しろよ、はい、反省します。じゃあ皆さんナイスください、お願いします、ナイス。赤出しコメントできなくて、あ、けど応援します、あ、ね、キャーちゃんナイス押して、キャーちゃんナイス押してる、なんで最近必死なの、ナイス押して、225号さん押してくれる、うん、あ、シアちゃん昨日もハートくれたね、ありがとうね、シアちゃんナイス押してね、あ、こうちゃんナイス押して、ありがとうね、クマ、うん、さんナイス、あ、ナイスありがとう、ナイス押してね、トシにナイスこじってないよ、ナイス押してね、君も、あ、プニタありがとう、
あ、ヨリちゃん内装してね。おはよう。あ、ピギャーさん内装してください。お願いします。みんながナイスナイスうるさいって言うから。